はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、天空中央高校、別ルートでやっていきたいと思います。今回は野手でやっていきます。でデッキの編成を見つつ、進め方のお話をしていこうかなと、思います。まずですね、6股ではなく、彼女キャラは1人で進めていきます。はるかちゃんですね、ちょっと独身術が欲しいのではるかちゃんを入れてます。でエンジェルの勧誘なんですけど、これはレイリーとファールにお任せします。まあ、レイリーとねファール一緒に練習すると、100% でまず勧誘に行ってくれて、かつ一発でエンジェルに、加わるという性質を持っています。まあ、なのでね、まあ、年内、まあ、遅くとも1月中にはエンジェルは12人、揃うと思います。でただですね、レイリーとファールに、勧誘をお任せすると、誰を連れてきてくれるかっていうのはランダムになりますので、まあ、いわゆるエンジェルガチャになりますので、経験点等はねちょっと安定はしません。あとね、天空中央のね、金徳の性質上、まあ、シナリオ金徳もねちょっと安定しないという、ことはあります。でただ6股ではないので、今回練習でね、コツが取れるというところは、強みになると思います。で編成なんですけれども、まあ、彼女キャラはアルカちゃんで独身術を取りに行きます。それとですね、ミート上限もアップしていきたいので、エプレミちゃんを連れてきてます。なのでミートは102を目指していきます。あとはしののめくん、まあ、自分もね PSR を手に入れることはできたんですけれども、ちょっとね50のしののめくんをお借りすることができましたので、今回はこちらを使っていきます。試合経験点ボーナス10がついて、タックは70までいくのかな、タックが70あって、さらに、コツイベント率アップもあって、技術ボーナス12もついて、練習効果アップもあると、得意練習率アップもついて、コツイベント率もあって練習効果もあってみたいな感じになるんで、テーブル的にはねかなり強いと思います。でまあ毎回言ってるんですけども、コツもかなりいいんで、早急守備職人、広角打法、アベレージヒッター、まあ、ちょっと珍しい一発逆転も持ってますというところですね。であと別ルートになりますと、ちょっとハートを取るときにね体力が減っちゃうんですけれども、まあ、ワイルド雷、またはジェントル東雲くんを、入れてると体力の減少量がちょっと、下がるみたいです。であとせっかくなんでね、ワイルド雷も入れてきてます。レベルは35なんですけれども、まあいい機会なんでね、ちょっと使ってみましょうというところになります。固有がついてます。精神ボーナスとコツイベント率アップですね。でできれば、まあ、アーティストにはなってるんですけれども、パワーヒッターは取っていきたいと思います。であとはまあ筋力要因として、二刀流ルナちゃんですね。二刀流ルナちゃんはまあエピローグ経験点を目当てに連れてきてます。あと体力がねちょっと減っちゃうんで、まあ、むっちゃん入れてみるといいかなと思いまして、今回はむっちゃんを入れてます。これは完全に体力回復イベント要因ですね。そして、今回編成を組んでます。まあ、このくらいというのは、あとはまあなんか気づいたことがあったらちょっとやりながらお話ししていきたいと思います。でちなみにあの別ルートこれでね今3回目くらいなんで、全然詰めてないです。まあ、やってみようっていう感覚ですかね。なのでどうしようかな、なんかすっげえばらけてんな。まあ、ルナちゃんちょっと初期評価低そう。あ、雷にしようかな。メンタルは先に上げておきたいんで、じゃあちょっと評価は今回雷を一番最初にまず上げて、まあ、エプレミちゃんはねちょっと金徳が不確定というところがあるので、なるべく早めに総力は上げていきたいですね。どうしようかな、やっぱり技術ボーナス乗ってるよね。悪くない。これいこう。よし、体力回復。お、コツ。回収しますか、ほい。まあ、まだね、その、別ルートには入ってないんで、雷とかと練習すると、一応連れてきてはくれる。かりんちゃん。はるかちゃんの評価は早めに上げていきますか。まあ、最初はね通常通りに評価上げていいと思うんですよね。6股ではないんで。
治癒。治癒ってどうなの？スミカちゃん。よし、体力回復ありがとうございます。はるかちゃんがいるな。はるかちゃんちょっとエンジェルレベル上げていきますか。はるかちゃんのね、1しか上がんねえ。確かこれあれが、そうそうそう、怪我率減少が入ってるんですよね。でコツは回収していきましょう。サイリさんか。サイリさんも、まあ、せっかくいるんで上げられれば1しか上がらないけど上げていきましょう。体力回復もありますね。おい、強化アップか。まだ3になってないからね。タイエース、あ、そうそうそう、タイエースもね、ワイルド雷は出てるんで、これどうしようかな。回復しよう。二刀流ルナちゃんの怪物になってるんでね。あ、ジェントルの挑戦状、これ何、これ縫い目だっけ。これちょっと見ないでいこう。ちなみに分かんない。108だったような気がする。煩悩の数みてえだな。まあいいや、当たってたそう、ここで守備職人もくれますと。でアタック早いな。誰、あー、エプレミちゃん早いね。ただやっぱり今はコツが欲しい。あ、むっちゃんはむっちゃんでちょっと評価も上げていきたいけど、タイエースはじゃあ潰しちゃいますか。早急ね、どうする、いける。そうするとタイエースがちょっと厳しそうだな。まずタイエースは潰します。で守備職人もね、なんだかんだで1でいいと思うんだよね。まあまだコツが来てるわけではないので、ちょっとここ悩みどころ、こっちかこっちか悩みどころだけど、パワヒはねやっぱり欲しい。よし、パワヒで治癒。 OKOKOK、 これもね回復をしていただけるのでありがたい。でボールは恋人、これ金徳ですね。まあ練習に付き合っていきましょう。2回目からイベント内容が違ってきます。で、むっちゃんがいるので、じゃあここにしますか。ほい、お、評価も上がったね。いくつくらい上がる、これ8。治癒、よしよしよし。やっぱりはるかちゃんだな。ちょっとここエンジェルがね2人いるんだけど、ちょっとはるかちゃん評価上げて3になったら、ちょっとほっとくか。じゃあこれ上げてどうなる。あ、乗ったね。じゃあこっちにしようか。で外、じゃあサイリさんを上げよう。でちゆちゃんも一応上げておくか上げらんねで、しののめくん、うん、やっぱりパックは悪くないよね、肩にしてはっていうのも変だけど。でルートが分岐するのは11月からになりますので、デートマニュアルどうしようかな。体力回復したいね。よし、上にしよう。とにかくね練習はしていきたい。ルナちゃん、むっちゃんがいるか、やろう。ほい、いや、いいよ、経験っていいよ。え、すげえよ、普通にすげえよくね。だって絆は入ってないでしょ今回。あ、守備職人しまった。そうだ、エプレミちゃん守備職人があったんだ。で太陽、守備職人もう忘れないうちに掴みますか。じゃあちょっと筋力がなさそうだな。でコツ、しののめくん、まあ行きますか。ほい、一発逆転。一発逆転ってなんか誰かくれたよね、はるかちゃんか。でね、これはね、これは体力最大値が上がるんだけど、体力がちょっと減っちゃうんだよね。コラは調子極端になっちゃうんで、やだ。ニャティティが、まあ、経験点的にそれなり。で、プレミちゃんちょっと始まりましたね。まだ1回目なんで、ちょっと様子見。しののめくんのコツありか。
ここ結構取れるっちゃ取れるんだけどな。広角打法も欲しいよね。一発逆、いや一発逆転、いやどうしよう、悩むな。最悪一発逆転でもしょうがないか、それとも精神精神、体力も回復できるのか。こっち、ちょっとエンジェルに行きましょう。エンジェルに、スミカちゃん OK、 アグレッシブハルカちゃん、告白の方が良かったな。でショートカットはありでいきます。まあなしだとね、なんかヒカリちゃんが結構いい感じに活躍してくれるらしいんですけど、レイリーとファイルがいるので、まずは女の子集め、これを最優先にします。そういえばスミカちゃん上げてなかったわ、痛いって言ってくれて、加わって行ってくれて加わってと。3人いるっちゃいるんだけど、今これで何人、まだ7人だもんね。ちょっと上げられる人は上げておきますか。であとね、くれる経験点がちょっと変わってるんで、もう誰が何をくれるのかはちょっと分かんない。法則はねあるんだよね。筋力は精神に入れ替わってるのかな、それは分かる気がする。で相良さん、ちょっと体力ないな、無理だな、ここは一回もう寝ざるを得ないよね。これいつも通りだった気がする。そうアイテムはほい、雷の金徳は1回目。メンタルに人がいるな。パウルがいるね。じゃあこれをやっときますか。ほい。てか精神すごくね。なんでこんな稼げんの半端ねえな。しぐれちゃん。しぐれちゃんは膨張型のね、あれだったからね。膨張型技術だったから何をくれるんだ。まあ、ちょっとこれは絆をまず結びますと。デコテンと。で体力が減ってる時には、まあ、絆イベントとかを進めていく感じになります。ちょばらけてんな、ばらけてからこれはファールでいくか。治癒はもう全部あげたよね。治癒ちゃんはねやっぱどうしても怪我率を放出してくるんで、小筆精神がじゃあ何になってるんだっていう。よし告白来た、とりあえず間に合ったな。間に合ってくれればそれで OK。 一応コツとあれも見つつ、ファウルがいるし勧誘をしてもらいますか。今10人、コフデちゃん、精神だったのが技術に変わってんのか。でしぐれちゃん技術だったから、技術は敏捷に変わってますね。言ってて正直分かってないけど、コツがあるんでじゃあここ行きましょう。まあ、監督評価も1、2回はね上げておきたいよね。最後にね15上がるんで割と大丈夫ではあるんですけど。走塁騎馬、今どうなの、その経験点バランス的に。でコツだけ、シドレミちゃんか。でもね次上がるは上がるんだよね、クリスマスだから。でここはねレイディーかファウルかって言われたら2人いるんでファウルでいきましょう。でエンジェルはあと1人だよね多分。そう一応年内には揃った感じにはなりますね。ほい、臨床ポイントちょっともらっておきます。やっぱりしぐれちゃんは臨床を吐き出すようになったね。ゆかり様筋力どうなの、
やっぱ膨張型はね経験点稼げるんでいいんですけれども、今不足してそうな経験点、ちょっと筋力不足してそうじゃない？吐き出し的に。あれ赤が筋力だっけ。ちょっとゆかり様あげちゃおう。あ、ゆかり様もでも筋力吐き出してくれるか。でちょっと薄いピンクがあれだよね、毛が下がるやつだよね。げなんか何も発生してない。え、エンジェルフラッシュ的なものを見るか。じゃあここ、まあ、エンジェルを優先しつつ痛い、まあ、タックとかも考慮していくと。野球が上手くなりたい。お、中吉。お、すげえな。はるかちゃんほんとね経験点がいいよね。でまあむっちゃんがいたので体力はねもう全開にはなってたんですけれども、さてさてさて、ここからどうする。ルナちゃんのコツを取るか。やっぱエンジェルだな、ハートが重要。ちょラブパワー、何が起こったのかは分からない。3人でむっちゃんがいるんだったらちょっとここ行きますか。あれちょっと待って、ゆかり様あげたよね、あげたはず。これも全員レベルはマックスだから OK。 でラブパワーであまり減らないけど、ここで減らされるけど回復してくれる。これ雷は2回目、上で進んでいくはず。一応タックも見つつ、お、めっちゃ回収できんなコツ。ただ何にもないね。ちょっと3人いるけど、ここは回収に走りますか。あふれるものはないよね、結構筋力くれんな。ひかりちゃんがいるからか、これ上。イベント内容変わってる？変わってないよね。でこれは下、下っていうか真ん中。体力回復して、あんまり体力を回復しすぎてもね、多少はやっぱデートも進めないといけないので、33か。どうしようかな、コツがあるけど、ここ3人いてタックが絡んでるから、ここでいきますか。ありがとうございますって言っても、もうそろそろバレンタインだからね。で抽選者をつかみまして、3人、あーダブルタック的な扱いになってるな。カートの回収でいきますか。じゃあここ3人いるんだけど、まあいいや、せっかくだからここでいきましょう。経験点いいな、練習の経験点がうまいな。むっちゃん発生しなかったけど、まあバレンタインだから大丈夫でしょう。チョコは味、見た目なんてどうでもいいよ、食べちゃうんだから。で少し経験点を整理しますか。じゃあ1回全部いいくらいでとどめておいて、なんとなくね。まずはで敏捷ポイントはちょっと待って、走力は C にはしておきたい。ちょ、B まで開けちゃおうか。これで一旦エプレミちゃんは大丈夫でしょう。でこれも C まで上げて、あとはひたすらミートを上げていきますか。3人、むっちゃんがいるな。3人か、雷のコツか。雷ってあとなんだ、早急とかチャンスとかか。何人だか、3人か。ほい、連発がすげえな。パワーヒー、あ、パワーヒー取ってなかったわ。ちょっと待って、エンジェルフラッシュが来ないんだけど。エンジェルフラッシュが、ここ精神がすげえな。
とじゃあ回収しつつ回復しつつか、まあ、むっちゃんが絶対回復できるかって言われたらそれはまたあれだけど。お疲れ様です。で2回目、まあもうね総力は上げてあるんで、あとは運に任せる、運に身を任せるのみ。3人はさ結構来るんだけどさ、エンジェルが来ねえな。エンジェルがちょっと、エンジェルが来た時のために1回デートを進めておこう。はるかちゃんは最初回復なんで、あとは7月の1週からはるかちゃんのデートはぶっ通していきます。でその前に絆も終わらせておかなきゃいけないといえばいけないんですけど、まあ、1回やってみようか。痛い。でハイボールヒッター、これ2回目か。体力を回復してくれます。結構美味しいイベントではある。3人、回収率がいいな。行くか。技術は足りそうだね。喧嘩は体力が減るんだよね、まあ、他のも減っちゃうんだけど。てかフラッシュが来ないよ。フラッシュが、まあ、割とね電空中央は何回フラッシュを発生させることができるかっていうのもポイントになるからね。おい危ない。あ、来た。しかもタック発生。ほい。回復。OK からのラブパワー。いや、気が下がった。お、フラッシュ。行きましょう。5フラッシュだね、これ。あとはもう回収だな、じゃあ。エンジェルフラッシュがねこう起こると天空中央は結構楽しいよね。あとすげえハートをいっぱい回収した時こことかちょっとメンタルで回復しながら行く。減る方が後だ。これすげえな。やっぱ館内でもコツ来てるしね。早急どうしよう。取っちゃおう。パワーヒも取るでしょ。あとなんだっけ。まあいいか、やっとこう。吐き出したな。誰が今吐き出した。あの金徳すげえ。あ、打球伸びあったね。超ありがたい今の。これ何、どっちがいい。ささっ、3人、むっちゃんありか。お、金徳まだ大丈夫だよね。あ、肩とか上げていこう。あ、ちょっと待って、そうだよ、ミートを上げなきゃいけないんだよ。 A までか。とりあえずなんだかんだで技術足んねえな。技術大丈夫だみたいなこと言ってるけど、いやマジ痛えよ。でもこれ回復ありがとうございます。ほんとありがたいわ。でもう5月になるか。おら、いけ。しまった。悲しいぜ。あれ、金徳どこ行った。もしやもうなく、あ、あったあったあった。そろそろ回収しとかなきゃまずいよねこれ。本当はこことか行きたいんだけどな。ちょっと金徳回収しとこう。消えちゃうのはさすがにもったいない。これはアンダ製造基礎か。あんた製造機もあるんだ。うわ、これはやるべきでしょう。ただ体力がないというのと、むっちゃんの絆が微妙に終わってない。お、いいね。なぜかモテモテになった。でメンタル、
うわー、またエンジェル来てるか。ハートだけ放出しておこう、やっぱりこれは。で、次絆を進めましょう。ちょっとエンジェルがない限りね。これちょっと待って、やっぱ進める。6月にも1回絆やっとかないといけないからね。野球のリズム頼むよ。あげたんだから。お、いいね。あげればね、それなりの確率。初期値だとね、本当に厳しいんだよね。ここでいいかな。痛いけど経験点が。ここだな。ちょっと敏捷だらけだな。で、体力減るから、これはまた125とか。すげえな。絆を終わらせるか。そろそろハートも消えちゃいそうな気はするんだけど、絆を終わらせましょう。一発逆転を。さあ、残り2ターン。ハートがだいぶ消えてるね。ま、ここはじゃあタックをやりながら、体力が減っていくこと自体はもう問題ない。最終的にはデートで終わらせるから。エンジェルラッシュやる必要ないんで、コツを取っていきますか。打球伸びどうしよっかな。なんなスイープはもう取っちゃおう。一発逆転、まだコツが手に入ったと思うんで。打球伸びね。アベレージヒッター自体は最後に、もし誰からもコツがもらえなかったら、はるかちゃんからもらいます。で、エースキラーはじゃあ取っちゃって、ハイボールももちろん取るでしょ。で、重戦車も取るでしょ。流しってどうだったんだっけ。まあいいや、なっちゃん。練習か。じゃあ、ここからはもう全部オールデートですね。ちょうど4回で、ここは階段にします。上り3番。雷がね、試合経験点あればよかったんだけど、ちょっと自分のワイルドはまだ35なので、通常バージョンはね、もう45になってるんですけど。あれ？あ、そう、上りを取りたかった。精神が割とあるから。窮地も取っとくか。打開ももうないよね、コツを取れる機会なんて。で、結局、独身術もあるから、精神はね、まだまだ使うんで。なんかちょっと最後の方打撃が微妙だったけど、おい、はるかちゃん。ま、エンジェルがね、亡くなった後は本当にデートでいいと思います。ま、ここら辺の管理がまあ楽っちゃ楽だよね。あ、ここで一発逆転が手に入るんで潰しましょう。6股と比べて。さて、147か。ちょっと待って、パワー B にしときたいね。やっぱりあれだな、筋力不足には陥りそうだな。敏捷が今回多いのか。まあ、ここら辺の経験って何が来るかっていうのは本当に運になるからね、今の自分のやり方だと。
ま、今はね、むっちゃんに出ましたけど、ちょっとあれと悩んだんだよね、なぎさちゃんと悩んだんで、ま、ただ今回は体力回復の意味を込めてむっちゃんを入れてきましたと。でここは独身術を取りに行きます。いけー、オッケー、さすがだな、本当に本当独身術の成功率が高い。3のね、独身術取りますと。ほい、臨床はめっちゃあるな。技術か、ちょっと足りねえな、やっぱり臨床が異常なんだけど。まだ400あるよこれで。タックが来てます。技術足んねえかな、ちょっとこれここだな。篠宮くんの技術ボーナスがうまく乗ってくれてる。じゃあ行きましょう。まあ、経験点も悪くないね。試合経験点、いやいいよ、東雲いいよ、やっぱり50普通に強いと思う。ジェントルの方ね、まあ、固有でね、得意練習2種類持ちの人はやっぱり固有でね、タックボーナスがついてないとなかなか厳しいよね。そういえばさ、広角打法取ってなくね、コツ的に。ないよね、広角打法欲しかったんだけどな。ないよね。ちょっと待って、まずはこれミートは100にしちゃおう。ちょ、この臨床の余り具合なんなので、セカンドだから守備上げていきたかったんだけどな。肩はもう最悪 D でいいや。守備力、いや B は絶対ないと。最後のタックは何が来てる。走塁メンタル、いやどうしよっかな。敏捷ポイントもういらんけどな、いらないんだよな。技術稼ぎたいんだよな、メンタルにしとこ。スカウトさん評価が微妙に上がった。あ、俺あとファウルのね、あのピッチャーファウルじゃないですか、もったいっ嫌いこいつ、マジで打てない、球種が本当に嫌だ。スクリームボールもね超打ちづらいし。お待たせいたしました、バッター西脇、第9投げた、どう、ギリギリいかないし。サークルチェンジか、ボールだよね、スプリットでしょ。変化球もねなんかいやらしいよね。あとカーブ方向はドロップカーブだから全部がねこう打ちづらい。分かってて持っていけないからね、それは俺の腕の癖なんだけど、一重に分かってて持っていけないのかっていう。スクリーンボール結構重い気がするんだけど、うわ結局1本もホームラン打てなかったわ。っていうかうちのチーム全く打てなかったな、3回しか回ってこなかったし。あ、ただねエピローグ経験点はちょいちょい期待できるから。でここはもうマジでバットにしないと。ありがとうございます、アベルジヒッター。でむっちゃんもくれて、でルナちゃんは敏捷いっぱいくれんだよね。敏捷もういらんわ。で結局金徳もね一つだったからね、まあそれはしょうがない、だいたい一つだからね。9500はいきましたと。
いや微笑、これ完全に余るな。一応肩上げて、ちょっと待ってね、まず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 金徳を押さえよう。ぽい、うわ技術足りね。あとなんかあったっけ。打球の日せっかくだから取っとく。技術が足んないんだけどな、せっかくもらったしね。かく乱とかももう取りようがないな。あと走塁か、走塁もさ意外にさ技術使うからね。ちょっと待って、敏捷も100だよこれ。守備はもう A にできない、パワーも A にできない、技術が足りない。じゃあどうする、広角打法も取れるわけじゃないからね。プルヒタ取っとく、余ってっから。で筋力精神があるのか、じゃあ逆境取ろう。でハイボールは取ってあるから筋力を使うもの、一発逆転とかな、もうすでにあるからな。あ、じゃあ速攻、これなんで怪我か、まあ、一応取っとこう、あるし。でじゃあ最後は呼吸をちょいちょいちょいと上げていきます。で一応その最後メーターが出るじゃないですか、まあ、S7 なんだけど、ちょっとあれを見ましょう、せっかくだから。ちょっともしかしたらこっちパワチャレで使うかもしれないんで、すみません、名前を、付けさせていただきます。ミートが102でしょ、であと独身術持ってるんで、おい OK。 うん、 S7 の途中か。あ、でもそうか、これを見ないと何の特能があるのかっていうのがわからないか。まあそんなわけでね、とりあえず経験点、まあ多分ね9500、うまくいくと1万乗るみたいな感じになるのかな。まあまだね全然試行回数が、少ないんで、まだまだいろんなところがね改善した方がいいというところはあると思うんですけれども、やっぱエンジェルをどうするかだよね。6マッでやるのか、まあ、やっぱり勧誘はレイリーファールに完全に任せるのか、それとも経験点的にやっぱどうしても欲しい経験点だけは1回自分で勧誘しておくのか、まあ、ちょっとそこら辺ですね。やっぱりねエンジェルガチャはね安定力に欠けるよね。今回マジで敏捷が余りすぎたから、これ敏捷をもうちょっと技術にね振っていけることができれば、まあ、どうしてもね特能はね技術とかを、使う特能がかなり多いんで、ちょっと技術不足はね致命的なんでね、ミートも、102に上げなきゃいけない関係で、まあ、まだまだね、改善の余地はあると思いますので、まあ、何かねアドバイス等、いただければ、嬉しいですというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。